このパソコンは生きてました。今、リセットしました。ホワイトボードの向こうが僕のオフィスなのですが、ちょっとこう覗き込んでみると、多分、地震が起こった時にあそこに座っていたら、ロッカーとか倒れてますし、多分大怪我してたんじゃないかと思います。その自分の部屋まであと3メートル、部屋というか自分の椅子まであと3メートルぐらいなんですが、そこにたどり着くのに何日かかるのでしょうか。これが、この本がですね、大体高さ1メートルぐらいこう積み上がっている状態なのですね。この椅子の背の、椅子の高さと比べてもらえればわかると思うんですけど、1メートルかける、高さ1メートルかける奥行き4メートルぐらいの本を片付けて、この傾いた書架を元に戻してしないと、自分の机までたどり着けないと、こういう状況です。でもこっちの手前の学生用パソコンが生きてましたので、それが救いですね。